金は持っていかれちまったか。モンスターに襲われたと聞いて飛んできたが、大した被害ではないようだな。金を持ち逃げされちまったぜ。いいのか？あれぐらいならば影響はほとんどありません。私は帝国の財務大臣を務めるパトリックと申します。あなたは？いや、偉そうに名乗るような人間じゃねえよ。そうですか。しかしモンスターが金を奪って何をしようというのでしょうな。泥棒だな。なんだお前は。怪我したくなかったらあっちへ行ってろ。おい、てめえらはさっさと仕事を片付けちまえ。この上の家から盗まれたみたいだな。誰かいるか？なんだ、こんな夜中に。おや、あなたとはゴールドマインでお会いしましたな。その金はゴールドマインで盗まれたものだ。皇帝陛下の刻印が押されている。なぜそれがここに？たった今、あんたの家から泥棒たちが盗み出そうとしてたんだよ。そんなバカな。我が家には金などない。さては、何者かが私を陥れるために。パトリック殿、金横領の容疑で逮捕します。だからこれは陰謀だと説明しておろう。もし私がやったのなら、金塊などさっさと別の形に変えて証拠を消しておるわ。だがこちらの方は、盗賊がパトリック殿の屋敷から盗み出すところを捕らえたと言っておられる。ちょっと待ってくれ。盗んでたのか運んでたのか正直わからねえよ。もうよい。パトリックには謹慎を申し付ける。しかし、いいか、お前が横領などするはずがないことは私がよく知っている。しかしお前が反省せねばならぬのは、このような事件が起きたことだ。分かったらおとなしく謹慎せよ。お前は働きすぎであった。少しは骨休めにもなるだろう。皆の者、ご苦労であった。下がってよいぞ。